桜岡大見和宮は仙台市都心部の西、広瀬川左岸の西公園内にある神社。旧社閣は、県社。同社の周辺は仙台市の中でも有数の桜の名所として知られる。伊達政宗が創建した神社である。元は仙台城下町の北の守りである、北山丘陵城の北山五山の西にある峰の一つ。この付近2621年。 神明宮が創建された。ガールに鎮座し、神仏集合によって、別当寺とともに、伊勢道山と呼ばれた。仙台藩第四大藩主の伊勢綱村により、藩主継承時には必ず当社に参見する官令が作られ、藩内の有力な寺社の一つとなった。1871年の廃藩地権で、仙台藩が消滅して、仙台県が設置されると、 財政的な後ろ盾を失うが、翌千八百七十二年には変わって、大町の商人が後ろ盾となり、広瀬川を望む名勝地の元柳町に潜入され、五府大町でも当社に近い町の信仰を集めるようになる。当地は、江戸時代の仙台藩有力家臣の邸宅が立ち並ぶ地であったが、藩の消滅及び、氏族の没落によって、次第に両亭、公園、 芝居小屋などの観光、娯楽施設、あるいは広い土地が必要な学校などに転用されていった。当時から現在まで、当社の門前で営業している言語茶屋も、そのような新規の観光施設の一つである。1926年の仙台市電開業に合わせ、魚町通りの西の月あたりにあたる現在地に、仙宮市、道通りが表参道となった。ただし現在は、 道通りと西公園通りとの交差点に横断歩道などがないため少しの迂回が必要。なお、伊勢道山には大乳道の伝説があるが当社との関係は不明。北山丘陵の伊勢道山跡地には1872年の戦後に宇治子が誇らを立てており、1958年に社殿を新造し、伊勢神明社となっている。また、 1968年の住居表示施行より、前は、伊勢新名社周辺の地名が、伊勢新名、伊勢新名の西側の道及び、沿道の地名が、新名横町、山道に直線的につながる道及びその沿道の地名が、新名通、新名通の南側の地区一帯の地名が、伊勢したと名付けられていた。現在、新名、横町は、指導新名横町線、 新名通は、指導新名通線、伊勢道下を貫く道は、指導伊勢道下3号線、指導伊勢道下2号線、指導伊勢道下1号線と称し、かつての新名宮や伊勢道山の名を残している。ありがとうございます。